皆さんこんにちは、むすびパン屋です。喫茶店動画お久しぶりですよねすいません、本当はですね、去年の11月ぐらいに撮影をしておりましたなんですけど、まあいろいろ編集に手こずっておりまして、まあその代わりといったなんですが、今日パン屋見えますか、これ今日ね、かなり動けるんですよ、イエーイまあというような感じで、今回はですね、大阪府にある道頓堀の辺です、ってか道頓堀ですね、にある喫茶アメリカンという喫茶店がございまして、そこにですね、パン屋行ってきました。喫茶アメリカンっていうのがかなりね、昔から続いている喫茶店でございまして、ちょっとね、みんなにね、見てもらいたいなって思ったものがあったので、よかったら今回の動画、喫茶アメリカに行ってきたので、ご覧くださいゴーやってきました、心斎橋。あ、めっちゃカニで、こんな感じで道頓堀の商店街の中にドンとあるんですけど、あ、看板見えますね。純喫茶アメリカンって書いて、あ、看板かわいい。ね、看板かわいいんですよね、ここ。こんな感じでね。昔ながらの感じですね。おアメリカンの文字、いいですよね。純喫茶ならではのレトロなタイポグラフィーが目を引きます。正面玄関の、英語のタイポグラフィーもレトロで可愛いですよね。アメリカンといえば、このショーケースですね。なんかもう色とりどりで、見てるだけで楽しくなりますよね。ついつい写真撮っちゃいました。2階席に今回は、上がらせていただきました。2階席の方ね、上がると正面の方にちっちゃいショーケースがまたあります。こっちも可愛いですね。席に着くと、こちらの赤いメニュー表をいただけます。メニューはですね、いろいろあるんですけど、こういうね、ひよこのケーキとか、動物のケーキもあったり、なんか、メニューもね、結構豊富で、もちろんね、カレーライスとか、そういったものも、たくさんあるんですが、今回、パン屋は、あるものを食べに来ました。それがですね、この、ででーん。ホットケーキですね。このホットケーキがですね、もう本当に美味しくて。ね、パン屋の中では、ベストホットケーキですね。ホットケーキって、ちょっと、重いというか、なんて言うんですかね。食べたい時にはもちろんすっごい美味しいんですけど、若干ね、こう、思った味と違うというか、期待してるホットケーキが、ないみたいな感覚、ちょっとありませんか？パイはちょっとそういうのあるんですけど、このホットケーキがですね、もう、なんて言うんだろう、空気食べてるみたいな感じで、なんかね、なんかどう言葉で説明していいかわかんない。軽いんですよね。とにかく。この見た目ちょっと、もさっとしてそうなんですけど、とにかく軽いんですよね。でね、この、ソースというか、シロップがですね、他のとこだとやっぱ蜂蜜とか、メープルシロップとかだと思うんですけど、こちらはですね、この透明な、なんかガマシロップに近いのかな、どうなんだろう、みたいな感じで、あとね、これバターも乗ってないみたいなんですけど、実はバターは、もう塗ってあるんですね、うっすら全部に。なのでね、バターの配分も気にしなくていいんですよね。こちらの純喫茶アメリカンなんですけど、お持ち帰りのね、お土産もかなり充実していてですね、先ほどのホットケーキももちろんなんですけど、ケーキとか、あとサンドイッチもだったかな。なんか、たくさんね、テイクアウトの、ご飯があります。こちらのね、入り口のショーケースにいっぱい並んでますね。パン屋もお土産で一つホットケーキを買って帰りました。
というわけでお家に帰りたいと思います。はい、帰ってまいりました。ただいま。パン屋ですね、今回最初に皆さんにお見せしたいものがあるって言ったんですけど、こちらね、お土産として買ってまいりましたので早速見てまいりたいと思います。こちらです。ドドンこちらなんですけど、パッケージがね、本当にあの包み紙から可愛いんですけど、こちら開けてみると中身は、はい、先ほどのホットケーキが入っているあの箱になってますね。先ほどあの食べたホットケーキなんですけど、テイクアウトもできまして、こちらね、冷凍なんですけど、あの可愛い箱とあの包み紙にね、あの入れてもらえて、あのこのね、パッケージが特に可愛いことで、あのアメリカンさんって有名なんですよね。あののパッケージ、ほんと可愛すぎて、あの今ね、ガチャガチャで純喫茶ミニチュアコレクションみたいなのが出てて、こちらのね、第2弾にもね、収録されてます。あのね、ついでにパン屋はこの日か、別の日かな、に、純喫茶ガチャのね、新しいのが出てたので、こちらも、引いてきました。こんな感じです。あのね、こちらの、アメリカンさんの、ホットケーキなんですけど、開けてみると、こんな感じで、冷凍のホットケーキと、シロップに、あと、まあ、そんな感じかなが、あるんだけど、食べ方としては、店員さんに教えていただいたんだけど、解凍は自然解凍で必ず、自然解凍したものを30秒レンチンだったかな、1分だったかな、30秒だったかなぐらいレンチンして、食べると美味しく食べれるよっていう風に教えていただきました。こちらね、しっかりね、バターもね、もう塗ってある状態で、全然ね、お店のと大差ないぐらい美味しかったですね、このパッケージも可愛いし、なんか店員さん曰くなんだけど、この箱だけくださいみたいなお客さんもいらっしゃるぐらいなんだって。でもなんか、パン屋はこのホットケーキが本当に大好きなので、それは許せないことはないけど。ね。どっちも楽しもうよってなりましたね。次に言うと、プリンとかもね、あるんだけど、プリンもめっちゃ可愛いです。蓋のとこにね、アメリカンさんの星のロゴがね、入ってる感じで。こんな感じで、いかがでしたでしょうか。お土産もね、しっかり、テイクアウトもね、充実してるので、まあ、流行り病の影響もありますから、そんなに、飲食が店内で怖いよ、でもちょっとお出かけしてなんか買いに行きたいな、みたいな方は、ね、お近くだったら、ぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、今回の純喫茶紹介、カミカミですね。純喫茶紹介、いかがでしたでしょうか。またね、遊びに行ったりした際に見つけたりしたら、こうやってね、動画撮っていこうと思うので、またよかったら、チャンネル評価とか、高評価とか、まあ、よかったらなんだけど、ぜひ、普段生放送とかもしているので、見に来ていただけると嬉しいです。では、以上、おすびパン屋でした。バイバーイ。